20歳、ジャパン・イン・浜松2014が、タイムテーブルに終了しました。残るはエンディングだけとなります。ちょうどあの時間タイムテーブル通りに、進みます。今日の一日を振り返りました。詩の朗読がございます。多い女はすぐに涙をこぼす。どこにためられていたのかと思うと、止めどなく涙がこぼれ落ちてくる。脳に届いた悲しさが瞳の奥で操作され、瞬時に涙となる。命は閉じ込められ、限界なだを超えられず、ウィンドウもオープンされないまま、息は絶え絶えとなり、耳は機能されず、意識は朦朧となり、心は砕け散り、何も思えない。何も思えない。黄泉の国からのお迎えが脳裏に霞んで見えるだけだ。苦しみは人生のピークを起こす。苦しみ抜いたご褒美に与えられるし、涙は流れたのだろうか。海水に溶けた涙は真水になる。部屋の中にいたはずなのに、海の底、そこだけしょっぱくない海。サメが涙を流しながら通り過ぎる。静かだ、静か、静かです。目を閉じて、とりあえず今あなたの飲んでいる水は海底から汲み上げられたウォーターかもしれない。水気の多い女は水を欲しがり、ひたすら涙を流す。それはそれはしょっぱい涙。ありがとうございました。キメパセニさんでした。路上演劇祭の実行委員長です。踊りはラドヤ。
結果として関わり、行っております東京演劇祭ジャパニー浜松2014。なんか僕最後一人で喋ってるようですが、なんかここがいつの間にか舞台の上のような感じになってしまいましたが、今皆さん客席にいらっしゃいますけど、今の感じがいいなってなんとなく思って、いつもならここに参加した人たちがさーっと並ぶっていう感じになるんですけど、なんとなくか、参加した人をちょっと立ってみてください。並びますか？フィールド、はい、ロジョーズさんは東京に帰りました、雨にも負けず、劇団白兎、M プラネット、アーツノバ、浜松キッド、EX、代表芸人希望、ジョジョ舞台、富野富、何神社、雲の劇団、アマガエル、ラマエのプロジェクト、皆さんどうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。30分です。